はいどうもメッスです。本日はですね、完全にネタ仕様にはなるんですけれども、過去にね幾度となくやってきたゴールキーパーをフォワードに置いてみる企画をやってみたいと思います。でですね、一番最初にやったのはいつかなって調べてみたらですね、なんと2016年の8月1日、約6年前ですよ。まだね声出しも慣れてなくて、くっそ気持ち悪い声なのでね、まああんまり見られたくない気持ちと、まあただねそれ見てくれることによってやっぱ再生数がね、こちらの方に入ってくるので、まあそういう狭間でね、ちょっと苦しい状況ではあるんですけど、まあこういうこと言うとさ、お前の声別に今も普通に気持ち、まあそんなことはですね置いておいてですね、以前の動画からですね、まあ何度も何度も繰り返しねお話ししてるとは思うんですけれども、今作って神機能である育成がね、今まではまあ自由に育成できなかったんですけど、なんとね今作から自由に能力を割り振れるということでですね、今回ね調べました。はい、見つかりました。なんと見つかりました。はい、なんとですね、スピード瞬発が育成によってかなり伸びるゴールキーパーを見つけました。なのでね、実際に獲得してもうすでにね育成の方しております。それでは紹介いたしましょう。ててセバスティアンメサということでですね、俺が調べた限りですと、まあスピード87になる選手はね、まあ数人はいたんですけれども、瞬発見てください。瞬発もね70台乗ってるんですよ。でこの2つがねこの数値になるのはメサだけだと思う。まあ他にもね、もしかしたら俺のミスで調べきれてないのかもしれないですけど、僕が調べた限りだとこのねメサだけなんですよ、このスピード瞬発スピー瞬は。はい、まあなのでね、まあ決定力とかはね、まあゴールキーパーなんでゴミなんですけれども、まあネタ仕様にはなりますよ。ネタ仕様にはなるんだけど、今までのゴールキーパーをフォワードにする企画で一番可能性を感じてる。まあ抜け出しちゃえばさ、まああとはなんとかなるかなということで、今日はねこのメサを使って活躍させていきましょう。さあ、ということで1試合目の方マッチングしました。お願いします。さてスピードを生かしたいところだけど、あんまりねこれやっぱ強引に攻めすぎるとこのようにね奪われますので、お気をつけください。よし、チャンスよ。一回ジーニョを預ける。でここ出す、こう出す、でこう出して、こう出して抜け出したいな。いけるか、来い来い。あるあーダメか。おマジ嘘あごめん、絶対カット部分になると思って喋ってなかったわ。メサいけるか、メサ来た、メサ頼む。やっやっぱりな、やっぱりな、やれると思ったんよ。うん、普通にやれる。何度も言いますよ皆さん、ゴールキーパーですからね。さあ、ということで後半やっていきましょう。いやー、ちょっともうここまで来たらハットトリック目指したいよね。いけるか、あるよ、これでいい感じの。あー、パスがねパスがゴミなんですよね。相手うまいな、これ大丈夫か。おい、さあメサパスずれるな。オッケーオッケーオッケー、来た。あーおメサ呼んでいる。メサが俺あやばない、やばくないっすか。普通にこれよ、俺絶対やれると思ったもん。はい、ということでね。いやまあ、4点目ちょっと取れなかったですけど。いや、ハットトリックだよ。メサ、やばくない？やばくない？こんなこと初めてなんだけど。うわー、これ2試合目ちょっと逆にプレッシャーだな。ちょっとまあ、2試合目もやっていきましょう。あー、マジか。はい、ということで前半が終わって2対0、やばい。やばい、そううまくいかないか。メサ、全然チャンスすらなかった。前半やばいっす。
2試合目かなり暗雲が立ち込めております。メサあるか、メサあるか、あー打てない、メサー、あー打てないか、やばい、このままじゃ何も、2試合目がほぼ丸々カットになってしまう。あーメサ頑張れ、爪痕を残せ、メサあるか、メッサ頼む、あっメッサ、あー惜しい、おメッサ、メッサ出せ、メッサありがとう、よーしナイスアシスト、オッケーオッケーオッケー、まだ追いつけるぞ、あらららら、メッサメッサメッサに、メッサにメッサ頼む頼む、きたええ、ナイスシュー、あーあー終わったこの試合は終わりです。いや待て、なぜ諦める、メサが諦めていない、あメサップスルー、来たか、いけあら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 、メサメサメサ、生きただろ、おっしゃーオッケー、一矢報いたぞ、メサップスルーからのオッケーオッケー、一矢報いた、ちょラスト一試合だけいきます、やばい、あうわうまっ、いや待って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 、やべえ相手普通にうめんだけど、どうしよう、あー3試合目ボロボロボロ負けで終わってしまう、あるあるある、これいけるだろ、メサッシュッ、どんだけトラップ長いん、あーやばいねこれ、おー待ってチャンス、立て立て立て、出ない前ボールにしろ、あー取れる、いやナイスマジでチャンス、メサメサやばいよやばい、あはははあはは、あーあーちょっとギブアップして、もう一試合だけやるわ、すぐギブアップして、もう一試合だけやる、ごめんなさい本当に、もう一試合だけやらせてくれ。さあ泣いても笑ってもラスト一試合、メサ頼むぞ、オッケーいけんじゃないか、あー惜しい、うわーガチェあるか、マイボールにして、いやー無理だ、待ってこれは行き過ぎない方がいい、取れるか、うーん頑張れ頑張れ頑張れ、やばくねえか、あーやばいやばい、2失点はやばい、ガチでやばい、助けて、あもうやだ、みんな強くてやだ、メサ頑張って、やばいよ、もう。また3失点だ。ああ、もう終わりなのか、メサ。1試合目だけか、結局。いや、本当に、そうだろうか。メサ、行ったねー、余計よっしゃー、まだあるさ、メサ、やってくれるよな。だってお前ゴールキーパーなのにずっと走り込みしてたもんな、こんなところじゃ終われねえだろなあメサ、やばいぞ、おい終われねえよなあメサ、絶対やれる、お前の努力は報われるメサ、こんなところで終わらせちゃいけねえ、いくぞメサ、通るぞ、あーちょっとパスのタイミングが、いいぞいいぞいいぞ、だーあるぞジーニョ、あー惜しい、ある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 、メサ抜け出せ、あー待て待て、まだあるまだあるまだある、頑張れまだあるぞ、いや出せ、ナイスだメサ、いけ、あとお前だけだ、きたー頼む、あーおめえさ走り込みするのいいけど、オフサイドライン学べよお前、やっべー助けて誰か、
メサあるぞメサメサップスルーいやくっそやばい終わる終わる終わっちゃうあーメサあーあるまたのスターお前もゴールキーパーやれお前もうダメだ最初の試合最後に持ってこい動画のもう展開よ